なんかちっちゃくて可愛いなって思って覚えてたんだよね。お前がお兄をたぶらかしたんだ。何それ、いつの時代の言葉なの。ちょっとしゃがみなさいよ。ん、これでいいの。ねえねえランコ、ちょっと来てよ。ちょっとランコ、スリル、ハレルーヤー。どうせお兄のことキープしてるだけなんでしょ。どさくさに紛れてひどいこと言うな。確かに純一はモテるとは言い難いかな。けど絶対に彼女ができない理由にはならないよ。みんなのアンポンだー。あーし、今日は少しご機嫌が麗しくないんだ。おっぱいお化けの後輩ね。おおお、お前なんですっぽんぽんなんだよ。お兄、こうするしかないの。おっぱいの感触がダイレクトに。彼女は私たちの大事なシスターにも似た存在じゃないか。我らの新たな可能性、苦しまずに行かせてやる。言ったはずだ。今の俺を止められるものなんていねえ。お前たち、私たちの目標は何だ。それはできない。俺はその気持ちを利用して童貞を卒業したくない。初めてお兄ちゃんにもらってほしいの。それに俺はヤメさんが悲しむ顔を見たくないんだ。ねえねえ、将来お兄ちゃんのお嫁さんになるの。僕が今のまま行けてなかったらねねがお嫁さんになってよ。うん、お兄ちゃんは行けてる男になったんだね。なに、朝から誘われちゃってるのかな。そんな釣れない純一はこだ。お兄から離れろ。ねねね、イケてるお兄をアーシがユカナさんよりイケてるゲルになって。いつの時代のラ